7番尾崎が先頭だ。尾崎先頭、後ろから尾崎の枠に乗った3番日賀マリオですが、尾崎振り切った4番3番尾崎が伸びていきます。尾崎の先行だ。残りは1周です。4番手いい位置から尾崎睦美が一気にまくっていきます。広木の留めの先行強い7番の尾崎が一気にまくり切る。7番の尾崎睦美、追走3番の中村、4番の枠にライバルを寄せせず、既に3番手から尾崎睦美その上をまくっていきます。4番の尾崎が抜く。尾崎睦美やはり役者が違う、貫禄勝ちです。4番の吉村も来る。直線に入りました。7番尾崎が先頭だ。尾崎先頭、後ろから5番の中野ですが、尾崎です。尾崎睦美です。7番5番あたり4コーナーを回って、先頭は1番の尾崎睦美、2番手3番中村ゆかり、1番3番2番の留井さゆみですが、まくった尾崎睦美快勝。そして3番川内さゆきが伸び、続いてくる1番の加藤美美で4コーナーから直線です。まくった今の尾崎が先頭、続いて1番の加藤、2番6番の野本も突っ込んでいますが、4番の尾崎です。2着6番の野本が突っ込んできました。その後ろ3番中村ゆかり、3位残り200を切る高木優馬、眠る外に7番の尾崎睦美、横まで来た。その後ろ3番中村ゆかり、4コーナーがあってかわしていく7番の尾崎睦美、追走3番の中村ゆかり、7番の尾崎睦美、先頭ゴール。7番3番日賀が外へ出した、2番の尾崎も外外外、5番から4番黒小路打ちをつく、横に広がった1番6番、最後は2番尾崎が伸びていきました。2番1番4番人気の中心となりました。尾崎初日はまくりを放って400勝目前でしたが、かわされての2着、今日こそ400勝達成なるかどうか、まもなくジャンを迎えようというところ、ピッチを緩めました。2番の小坂、ジャンが入って3コーナー、ペーサーは外れた。先に動いたのは6番車の西脇、あるいは7番車の岩崎だ。その動きに5番の尾崎睦美で4コーナーから直線、先行7番の岩崎由美子、外から5番の尾崎が上がって第1コーナーから第1センターです。先行7番の岩崎、5番の尾崎が2番手、3番手2番の小坂が入っています。2コーナーから向こう正面です。さあ番手まくりは5番の尾崎睦美だ。その後ろ続くのは2番車の小坂か、あるいは外を回って6番の西脇美奈。これから4コーナー直線部分、先頭5番の尾崎だ。先頭5番の尾崎、400勝がどうやら見えてきた。400勝達成、5番6番2番、5番6番2番尾崎睦美、そして6番車の西脇美奈、2番車の小坂です。5番6番2番、